こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えをしていきます。まずはフィリピン全国のですね、新型コロナウイルスの感染状況についてこちらですね。こちら2021年1月9日時点での情報となっております。一番上に黄色と緑と赤の中に数字が書かれているんですけども、その下に小さく書かれているのが新規感染者数、新規の回復者数、そして新規の死亡者の数となっております。で、その下にグレーっぽい色で囲まれている中の数字がですね、これまでの感染者の総数となっておりまして、これまでの感染者の総数は1月9日時点で48万5797人となっております。そして上に戻りまして、黄色で書かれているうち 5.5% となっておりますけども、これがこれまでの感染者総数の中で、現在陽性の状態が続いている人たちの数が 5.5%。それが 26,784 人ですね。そしてその新規がその下に書いてあるんですけども1952人が新たに感染しているということで、こちら報道で出ていましたけれども、やはり、クリスマス、そして新年の年越しが終わって結構外に出ている人が多かったので、最近この新規感染者数が増えてきているという報道がなされています。その隣ですね、新規の数からいきますけれども、新規新たに回復した人の数が291人、そして回復した人の、数の総数ですね、44万9615人で、これが感染者総数のうちの 92.6%、まあ9割以上の人がもう回復していますよという数字となっています。そして一番右の赤い数字ですけれども、こちら9398人がすでに亡くなっているんですね。で、この亡くなっている方たちの数が全体感染者の総数の 1.93% が亡くなられていると。そして新たに亡くなられた人たちの数が34人となっています。そして真ん中の数字を突破しまして、左下の枠の中の数字を見たいんですけれども、こちらがフィリピンの中でも感染者が多く出ている都市ワースト5が表されています。その一番上がダバオシティとなっていますね。これ私が住んでいるダバオ市が、ここ最近なんですけども、やはりフィリピン全国の中でも都市の中で最も新規感染者が多いというところで、不名誉ながらですね、ワースト1位となっていることが最近多いですね。で、143人、この1月9日では143人の新規感染者がダバオ市内だけで出ているとなっています。続いてケソン市が98人、リサールが80人、そしてカビテが77人で、一番下がブラカン、74人となっています。で、真ん中の数字はコロナ病床の占有率を表したものですけども、アベイラブルと書いてあるので、でそれぞれの数字がまだ使用可能、利用可能ということが表されてますね。ICU ベッドはまだ 62% が使用可能となっています。そして隔離病棟のベッドは 63% 利用可能となっています。そしてコロナ用病棟の一般病棟の、コロナ用の一般病棟のベッドですね、こちらは 75% が利用可能となっています。そして一番下が人工呼吸器ですけども、78% が利用可能となっています。これはフィリピン全国の状況ですけども、全国的に見れば、まあ、まだ余裕はあるかなという状況ですね。そして一番右ですけれども、グラフになっていて、それぞれ表されているのが、新型コロナウイルスに感染した人たちの症状の、重さですね。どれぐらいの人たちがどれぐらいの割合でいるのかというので、マイルドが一番多くなっています。こちらは軽症ですね。軽症の方たちが 83.1% となっています。その次に多いのが無症状 8.6%、そして致命的な症状の人が 5.1%、その次に多いのが重症の方たちが 2.8%、そして中程度ですね、一番低くなっているのが中程度ですね、0.47% となっています。はい、というわけで、こちら以前は英語のデータだったんですけども、もうちょっと前からですね、こうやってタガログ語表記になってますね。やはり英語表記だと読めないという方もいるかもしれないので、おそらくフィリピン人の人にもっと意識してほしいということで、タガログ語表記のデータ、統計を保健省が出しているものと考えられます。はい、続いて私が住んでいるダバオ市を含めたダバオ地域の情報がこちらですね。はい、こちらも英語表記ではないんですけども、1月9日時点でのデータとなっております。黄色で表されているのが感染者の数ですね。こちら一番下の数字から見ますけども、新規感染者が229人、ダバオ地域全体で出ているとなっています。
そして現時点でも陽性の状態が続いているのが新規感染者も合わせて1987人いると。こちらは感染者のこれまでの総数から見ると 14.5% の人たちが感染しているというデータとなっています。真ん中の緑は先ほどと同じで回復者ですね。こちら新たに29人回復して、これまでに 11,148 人回復していると。それが感染者の総数の中の 81.4% を占めているというデータとなっています。そして赤い数字、こちらが死亡者ですね。こちら新たに6人の死者が出ており、これまでの死者の合計はダバオ地域全体で561人出ていますと。そちらは感染者総数の中で占めるのが 4.1% というデータとなっております。そして感染者の総数はその下の数字ですね、 13,696人がダバオ地域から出ているということになっています。でその下の四角ですけれども、こちらの見方は1445人試験を受けた、検査を受けたうち229人が陽性だったということですね。なので陽性率は 16% だということですね。その隣の 94.2% は無症状と軽症の人を合わせると全体の 94.2% ですよということが示されています。そして左の枠のちょっと下の数字ですけども、こちらはダバオ地域の中で各都市でどれだけ出ているかというのが表されています。やはり一番多いのがダバオ市で154人ですね、新規感染者が出ています。で続いてダバオデルノルテ55人、ダバオデオロが12人、そしてダバオデルスールで6人、そしてダバオオクシデンタルで2人の新規感染者が出ているということですね。でその隣中央ですけれども、こちらフィリピン全国と見るとやはりダバオ市がワースト1となっているだけあって、ダバオ地域全体で見てもコロナ感染者のための病床の占有率というのが、厳しい状況となっています。見ていきますと ICU で、これは利用可能な、ICU のベッドが 39.3% ですね。これはダバオ地域全体で利用可能となっています。なので 60% 近く占有されているということですね。なかなか 60% を超えると厳しいとなりますので、厳しい数字となっていると思います。またダバオ市だけで見ますと、サザンフィリピンメディカルセンター、通称 SPMC という病院が、新型コロナウイルスの感染者を受け入れをずっと行っているんですけども、そこの ICU 病床は年末年始はもう 100% 埋まっていたと、30床しかないんですけれども 100% 埋まっていたという報道が、年明けに出ていました。そして続いてこちら戻りますけども、 ICU の下ですね、新型コロナ向けの一般病棟のベッドが 49.2% が利用可能だとなっています。なので 50% 近くが埋まっているということですね。そして右上行きまして、隔離病棟ですね、新型コロナウイルスの隔離病棟は 35.2% が利用可能であると、こちらも厳しい数字だと思います。その下、人工呼吸器ですねは 77% が利用可能で、こちらはまだ余裕があるという感じですね。で右の方に行きまして、新型コロナウイルスの感染者のうちの症状の重さに応じて割合で分けられているものですけども、一番多いのが無症状 69.6% ですね、一番多くなっています。その次に多いのが軽症 24.7% の人が軽症となっています。その次に多いのがシビアなので、重症ですね 5.8%、 そして致命的な状態の人は今 0.0% となっています。ということでフィリピン全体でもですね、年が明けて新規感染者が増えてきているのと、私が住んでいるダバオ市ではその中の新規感染者数ワースト1となる日が、ここのところ続いております。引き続きですね、ダバオ市にお住まいの方、またもちろんフィリピン全体にお住まいの方も気をつけていっていただければと思います。そして今のフィリピン全体の規制の状況、レベルがどうなっているのかというのをお伝えしたいんですけれども、こちら GCQ 一般的なコミュニティ隔離というのが今フィリピンで敷かれている中で一番厳しいものとなっております。そして、次の地域が GCQ の規制が敷かれている地域となっています。一つ目がマニラ首都圏、続いてサンティアゴ市、こちらはカガヤンバレー地域の中からサンディアゴ市で、次がバタンガス州ですね、こちらはカラバルソン地域となっております。でビサヤ地方に行きますとタクロバン市ですね、東部ビサヤ地方からタクロバン市が GCQで、ミンダナオ地方の中からはイリガン市、そして私が住んでいるダバオ市、ダバオデルノルテ州ですね、そしてあとはミンダナオからラナオデルスール州、
こちらはバンサモロムスリムミンダナオ自治地域からラナオドルスール州以上の地域が引き続き GCQ が続けられているとなっています。それ以外の地域はですね、 MGCQ 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離ということで、一般的なコミュニティ隔離と比べると規制が緩くなっている状況となっています。それでもですね、フィリピン全国でまだ規制が続いているという状況にはなっていますので、例えば教育分野で言えばまだ一般的にはもう全てオンライン、小学校から大学までですね、中には幼稚園とかも含まれるかもしれないですけど、オンライン授業が進められていて、まだいつからオンライン授業でなく対面ができるかっていう見通しは立っていません。また全国的に公共の場所ではマスクをしなくてはならないですとか、またフェイスシールドの着用義務というものがありますね。で、公共の交通機関乗るときも、やはり それらのマスクですとかフェイスシールドをしなくてはならないですとか、以前はぎゅうぎゅうで乗れたところが今は一定の間隔を置かなくちゃいけないというふうになっております。これはまた地域によって違いますけども、私が住んでいるダバオ市ではですね、規制が、ダバオ市独自のが規制がありまして、例えばリカーバン、お酒の販売禁止ですね、またはお店で消費することの禁止ですね。それが引き続き24時間ということで続いています。まあ、こちら1月いっぱいとなっていますけども、感染者がこのまま多く出ていたら引き続き延長ということになると思います。また外出禁止、夜間外出禁止もダバオ市では夜9時以降は禁止となっていまして、午前4時までですね、その時間帯は完全な外出禁止となっております。まあ、一部働いていい許可が出ている人は働けますけども、基本的には外出禁止ですね。というようになっております。そんな中でまたフィリピンでは航空禁止の規制が出ましたね。こちらイギリスからの変異種が出た影響で、その変異種が発生している国からはもうフィリピンに入ってこれないと、外国人はですね、フィリピン人は厳しい条件はありますけども入ってこれるんですが、例えば日本ももう変異種がイギリスからの変異種が出ているということで、日本からの日本人の入国というのは禁止になっています。これはかなり厳しくてですね、どんなビザを持っててもダメというふうになっているんですね。ただ最初は本当にそうだったんですけれども、政府機関とか外交官の人とか国連職員の人とかも最初は入ってこれなかったんですが、1月5日付でそれが変更になり、フィリピン政府が認定する外交官及び国連機関のような、国際機関の職員、外国政府の高官、医療関係または緊急の事案については入国制限の対象外とする旨発表されています。ただ例えばフィリピン人の配偶者で永住ビザを持っているという人とか、リタイアメントビザですね、そういうのを持っている人でも今は入ってこれないという状況になっており、これが1月15日までということに今のところなっています。その後延長されるかどうか、また解かれるかっていうのは今のところ分かっていません。で、日本を含めて28カ国今そう言って、まあ、そういったですね、イギリスからの変異種が発生した国ということで渡航禁止の措置がなされています。ということで、私の動画ではですね、このようにフィリピン全国や私が住んでいるダバオ市の情報についてを中心に動画で発信しています。もしチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。